ダゲン H の6ゴダゲン H 当日のクングス型ンダゲン H とは1967年9月3日、スウェーデンで自動車の対面交通が左側通行から右側通行に変更されたことを指す。ダゲンとはスウェーデン語での日を意味し、H とは右側通行を意味するホグルトラフィキの頭文字である。当時スウェーデンの自動車交通は左側通行であったが、 右側通行に交通変更することとなった。右側通行に変更した理由としては、スウェーデンは国境を接するノルウェーとフィンランド、デンマークと自動車による往来が活発であり、交通方式を合わせることは、特にトラック輸送の面でメリットがあったことが挙げられる。右側通行への変更は、以前から幾度も計画されていたが、その都度国民からは反対された。 特に1955年の国民投票では83%という圧倒的多数で否定されている。その中、スウェーデン政府は通行方式変更によるメリットを重視し変更を実施した。スウェーデンではバスなどを除いた自国の乗用車についてダゲン H 以前から左ハンドル車を採用していた。スウェーデン国内の自動車メーカーであるサーブやボルボも自国向けに 左ハンドル車を販売しており、極めて特殊な道路環境であった。そのため、通行方式変更に伴う車両の改修、変更は、左ハンドル車のバスを新規導入したことなどを除き、全商等の工事区調整程度で済んでいる。スウェーデンの鉄道は、国鉄、私鉄、地下鉄など、現在も左側通行を維持している。路面電車については、 ストックホルム市とヨーテボリ市で対応が分かれている。ストックホルムでは、打減 H 実施に伴い一旦廃止となり、24年後の1991年に、右側通行の路面電車として復活している。ヨーテボリでは、道路交通同様に左側通行から右側通行への切り替えを行っているが、終端にループ線を採用しており、車両の片側にしかドアがないため、 切り替え前後には反対側にダミーのドアが設置された状態の車両が走る光景が見られた。通常、左側通行の国では右ハンドル車が販売される。例として、イギリス、日本など、自動車の全消灯は対向車を減惑しないように対向車側への配光を抑えてある。ありがとうございます。